皆さんこんばんは。今回はこちらのスピニングリール16クレスト2004のインプレ使用感をお伝えしたいと思います。こちらクレスト2004、特出してすごいと感じたのはこの巻き心地ですね。これ見てください、この巻き心地、この滑らかさ、これいいですよ。これね、すごいでしょ。これですよ、この回転で。このリールのお値段が店頭価格だいたい4,800円。もちろん各店舗によって多少の値段の差はあると思いますけども、だいたい5000円前後で売ってるんじゃないかなと思います。そのお値段でこの巻き心地ですよ、すごすぎます。でもなんでそんな高性能な巻き心地なのに安いのか、これはですね、ダイワのスピニングリール上位機種に搭載されているマグシールドとかオートマチックドラグ、エアローターといったそういったその最先端の装備は搭載されていないというわけなんですね。それでまあここまでコストパフォーマンスを追求できたんではないかなと個人的に思っています。まあ豪華最先端装備はないですけども、普通に使う分に関しては全く不満を感じないと思います。この巻き心地がね、4800円で手に入りますからね、いやこれすごいですよ。単なるコスパ重視のリールとはわけが違うなっていうふうに思いますよ。そしてリールの重量は今測ってみましたけども 242g です。そしてスプールの重量は 40.3g です。ハンドル1回転につき 63cm の巻き取り量になっています。さあ次はドラグを回してみましょう。控えめな高級感あふれるサウンドかなと思います。アジングとかエギングとかそういったドラグを緩めにする釣りなんかと相性いいんじゃないかなと思います。ただ、ちょっとねこれオートマチックドラグではありませんから、ドラグの微調節はちょっと高級機種よりも、何でしょう、大雑把な感じになるのかな。この一回クリックなるじゃないですか。それで結構強さが変わるんですね、ドラグの強さが。でそのちょっと微調節というのには、やっぱりね、上位機種よりかは劣る感じはするんですけども、ただ全然不満を感じるレベルではないかなと思います。まあとは言ってもですね、よほどの強いこだわりがない限りはこのドラグで全く問題ないと思います。それでは実際にキャストしてきましたので、どうぞご覧ください。さあいかがでしたでしょうか。繰り返しますが、この価格でこの滑らかな巻き心地ですよ、これがねもう本当さすがだなと思います。学生さんでも十分お小遣いで購入できる価格設定ですから、これからアジングやメバリングといったライトゲームを始めたいという方にはおすすめなんじゃないかなと思います。それではこの度の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。